袴田さんの最新裁判のやり直しをめぐり先ほどから静岡地裁で検察・弁護団を交えた三者協議が行われています今日の協議では初公判の日程などが決定するとみられ注目が集まっています最後の三者協議に向け秀子さんや袴田さんの弁護団支援者らが静岡地裁に入っていきます 袴田さんの無罪を訴える横断幕を掲げ、6回目となる三者協議に向かう弁護団ら。1966年、旧清水市で味噌製造会社の一家4人を殺害したとして、死刑が確定した現在87歳の袴田巌さん。今年三3月、東京高裁は、有罪の決め手となった犯行着衣とされている5点の衣類について。 1>, 1年以上味噌に使った衣類に付着した血痕に赤みは残らないとする弁護側の主張を認め最新が確定しました現在は最新のスケジュールなどを話し合う協議が裁判所・弁護団・検察の3社で進められていますこれまでの協議で検察側は袴田さんの有罪を主張する方針を示していて血液の赤みは消えると指摘された5点の衣類について 赤みが残る可能性があるとする法医学者7人の鑑定書を新証拠として請求しています一方、弁護団も検察に反論する形で法医学者の意見書を新証拠として提出する方針で検察側、弁護団ともに専門家の証人尋問を請求する方針だということです裁判所は前回の三者協議で 合わせて12回の最新の後半日程の候補日を示していて今日の協議では初公判の日程や検察側と弁護団が請求する方針の承認尋問の専門家が決定するとみられていますまた裁判所は袴田岩尾さんの最新裁判への出廷について強制的に出廷させることは考えていないとしていますが 最終的には後半の直前に決める方針です。